え本日のゲストはジャニーズ問題がですねまだまだあの決着どころかですねあのどん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 いろんな形でですね広がっている中でですね、えー、山下達郎さんがですね、あのー、自身のラジオ番組で,です、ねえー、発言した内容がですね、まああの なんて言いますかね、大炎上って言っていいんですかね。うん、はい。あの、まあ、その辺をどう受け止められたのか、中村龍太郎さんです、ね。のまずはちょっと見解を伺いたいなと思うんですが。はい。えー、あの、これ、まずですね、えっ、ー、と、今、その、こう、ジャニーズ問題について。えー、消極的ではなく、積極的に報じているメディアっていうのは、実はですね。週刊誌では週刊文春のみ。はい、そして、その、新聞の中では、実は、その、日刊現代なんですよね。で、その中で、その、実は。 スクープらしいるスクープをついにその日韓現代が飛ばした、えー、最近2つあるんですけれども一つはその服部陽一さんの,その息子さんの性被害の話と、はい、そしてえ今回の,その松尾さん、はい、音楽プロデューサーの松尾さんのえまあ問題についてですね詳細をその日韓現代が報じて、えー、まあ世間一般の方々の多くの関心を今呼んでいるところです。うん 松尾さんはですね木曜日にあの「メローナ木曜日」っていうですねまあ僕が担当なんですけれど。あの まあいわゆるその文化芸能を幅広くですねいろんな形で取り上げるまあ本当あのメローな大人のためのですねコラムという位置づけだったんですけれどあの今回あのずっとジャニーズ問題については BBC の最初放送になった時からですねやっぱりすごくやっぱ関心が高くてですねまあそれについてあの全く対応しないジャニーズ事務所の行の憤りですとかあのこうした方がいいんじゃないかとかそういう提言も含めてコラムで書いていただいたんですね。ああそういういコララムでででの内容ですとかあの松尾さんはラジオで毎週 1> 1回出てらっしゃるんですけれど、うん、そこでもやっぱりそのこれはこのまま何て言いますかねやり過ごしていい問題ではなくて、うん、きっちりやっぱり対応して第三者委員会設置するですとかあの社長が出てきて会見をやるとかですねそういうことをですねあの、まあ、提言なさってたと、うん、でそういうことがあのそういう社会的な発言が理由になって所属していたスマイルカンパニーから契約の途中解除を言い渡されたと、うんまあ、そのことについてですねコラムであの書いていただいたんですよね。うん そうですね私もあの松尾さん、実は面識はなくてです、ねえー、その日刊源内を読んで、えー、ないしはそのツイッターでの,その発言をフォローして、うん、あの初めて知ったんですけれどもあの、まあえー、彼の,そのおっしゃっていることというのはです、ねまあ、本当にあからさまにそのジャニーズを批判しているという類のものではなくて音楽業界をです、ね、もっと健全にしていこうというそういう,こう取り組み方をしなきゃいけない。うん えー、そういう提言という,ふうに私はこう受け止めました。ですからその世間一般に言うとなんかなんだかんだつって噛みついた、うん、批判したっていう風うに受け止められがちなんですけども、そこはちゃんとリテラシーを持って読み取ってほしいなって思いますね。うんうん、やっぱりあの松尾さんのコラムはですね、あの木曜日にあの掲載でで通常ですとですね翌日の金曜日にまあインターネット版とか配信するんですけれど、うんうん、今回の場合はやっぱりあの社会的やっぱ あの問題についてです、ね、緊急提言みたいなところもあったもので、うん、即日です、ね、インターネットと配信したところです、ね、やっぱりアクセス数もやっぱ半端じゃなくて書き込まれるコメントとかもです、ね、あのコメントがやっぱ3000件とかですね超えててわりとあの丁寧にあのほ,ほとんど目を通したんですけれど、うん、あのやっぱりこのジャニーズの,です、ね、あのジャニー喜川さんの問題はです、ね、このままやり過ごしていいとかです、ね、あの時間が経てば風化するんじゃないかとか個人だからとか、はい、やっぱそういうもので覆い尽くしていい問題じゃないと。 っていう声は圧倒的でしたね。まあ本当それは私はやっぱり世間の良心だなという,ふうにあの思います。でまああのちょっと話を先に進めますと、うん、えじゃあツイッターでそのマツさんがどんな発言をしてそれが発火点になったんでしたっけ、うん？松尾さんはあの6月30日でまああのスマイルカンパニーとの契約が解除になって、うん、まあそれを待ってあの7月1日にですねえ15年間在籍したスマイルカンパニーとのマネジメント契約が中途で終了しました。 私がメディアでジャニーズ事務所と藤島ジュリー景子社長に言及したのが理由です。私をスマイルに誘ってくださった山下達郎さんも会社方針に賛成とのこと残念です。今ままでのサポートに感謝しますババイバイ、まあこう であまあ夕方ぐらいにですねあのツイッターに投稿したところですね、うん、まあものすごい反響になったということだったんですね、うん、まあそれに対してまあそのツイッターはまあ150文字以内ですから、うんうん、それを補う形でご自身のコラムでまああの実にですね5000文字近いですね分量でですね、うん、あの書いていただいたということなんですよね、うん、もう本当にあのこうちゃんと練られたあの美しい文章だったと私は思います、うん、でまあしかしそれが元でですね、うん、彼はえと中途解約 そうも、ね、ともとはその、えー、あれですよねその業務提携という形で、えー、十数年間おやりになってたということなんですね。14回更新して15年目だったんです、はい、で年あの,あの毎年1月に契約更新という形で、うん、それで、まああのまあ、毎年ですね、うん、別に今まではまあ何もなくですねずっと、まあ。 まあご本人もやっぱり居心地が良かったって書いてますしそれでまああのいろんな形で達郎さんと仕事をしたりですとか今の現在スマイルカンパニーの社長の小杉周水さんとですねあの仕事をしたりですとかまあいろんな形でこうあの音楽プロダクションとして機能しててで松尾さんも達ああ郎さんとの関係もありますしずっとそれで契約を更新してきたということなんですよね。それがまあ突然あの契約を の途中で、あの解除したいと、まあ、昔から、向こうから言われて、うん、ということなんですよね。で、結局、そのか解除することになったっとです、ね。ということなんですよね。はい、まあ、そこはもう、あの有無を言わさずと言いますか、うん、まあ、それで、まあ、お互い代理人の弁護士を入れて、ということで、なったんですよね。うん、はい。うん、で、まあ、それであの、まあ、あのありてに言いますと、そのネット上で。まあ、テレビでは一切その扱っていませんけれども、うん、あ、ほとんど扱っていないのか、うんうん、あの、で、ですけれども、まあ、まあ。 大援助したというこにあの,あの,あのまあ音楽業,業界では、うん、その音楽的に最も尊敬されているレベルの不動の地位にあるです、ね、山下達郎さんが、うん、もう本当にいろんなところからを批判されるようになってしまったということでですね急遽おご自身の,そのラジオ番組で、うんうんうん 7分間のその反論をすることになった、うん、ということなんですね。そうなんですよね。まずあのまあ松尾さんがツイッターでまああの呟かれたことに対して、うん、あの事務所の小杉秀一社長がですね、うん、あのホームページにですねあの山下達郎がですねラジオでその、うん、あのじゅあのまあ説明をするということを書かれてたので、うん、まあ日曜日のあのサンディソングブックといえばですね、うん、まああの かなりのまああのリスナーが聞いてるまあ人気番組でですねもう何十年も続いているような人気番組ということで逆に山下達郎は何を言うんだろうということもう本当僕なんかやっぱ片頭痛んでずっと聞いてたんですけれどまあそこでですねあの僕なんか感じたのはあのそんなこと言ってほしくなかったなっていうようなやっぱ言葉が多かったんですよねあの私もそのその時はその収録ではなくて生放送だったんですけれども7分間その聞かせてもらいましたで。 えーまあ普段こんなことをそのあの音楽番組で山下達郎さんをこうおっしゃる感じではないんですけれども異例中の異例ですよね、うん、でその時にまあこんなことをおっしゃってるわけなんですよねさてこのたび私のオフィススマイルカンパニーズ業務提携をしていた松尾清氏が契約終了となりそのことについて私の名を挙げたことでネットや週刊誌などでいろいろと書かれております。 また私はツイッター、フェイスブック、インスタといったものを一切やっておりませんのでネットで発信することはできませんと。 そのため唯一の発信基地であるこのサンデーブックにて私の話を皆さんにお聞きいただこうと思いますと、うんでまあ、それであのお話をされたんですけれども、えー、彼からその顧問料をいただく形でのゲーム提携でありましたので雇用関係にあったわけではない、うん、また彼が所属アーティストだったわけではなく従って解雇に当たりません弁護士同士の合意文書も存在しております、うん、松尾氏との契約書類についてはです、ねえー、事務所の社長の判断に委ねる形で行われました、うん、ということなんですよね。うん まああのこういう契約内容をばらしていいのかというあの問題もまあそれは一部であったんですけれどあのまあそのあその発言が実は一番僕がやっぱり最初これもう本当冒頭だったんですけどポイントでえ今回松尾氏がジャニー喜多川氏の性加害問題に対して憶測に基づく一方的な批判をしたことが契約終了の一因であったことは認めますとこれかなり問題であのジャニー喜多川氏の性加の害問題っていうのは あのもうこれはもう社会的問題になっている事実であってですね、うん、そ,れそれに対してあの松尾さんがですね臆測に基づく一方的な批判をしたと、うん、でさらにそれが契約終了の一因であったことは認めると言うんですけれど、うんうん、これ、かなり言語道断だなと思いまして、うん、そうですね、うん、あのまさかこれ山下さんがこんな発言をするとは思ってもみませんでしたね。うん、はい いや憶測に基づく発言という認識だったのかというのがまず一番のびっくりでそれでやっぱりそういう発言をしたことで契約を終了したとでそれは認めると言ってですねあのスマイルカンパニーって達郎さんがですねあの株半分ぐらい持っているんですよね。という事務所ですのでまあ自分の事務所からまあそういう批判をした一方的な批判をしたということで契約終了したと達郎さん自身がまあ認めてるんですけれど。 あのまあ、今問題になっているそのジャニー喜多川さんの性加害問題をですね、うん、その憶測に基づくっていうのはちょっと問題どころじゃないですよね。そうですね、まあ、やはりその私たちのようにちゃんとこの生の声を聞いていた実際の,その性被害者を取材した立場からすると何を言わんやっていうことなんですけれども、うんうん、じゃあなぜその山下達郎さんがそういったその。 話に及ぶようになったかとて言いますとですね。うん、実は1970年代からですね。こ、うん、ジャニーさんジャニ氏ですね。うん、とのそのこう、密な関係っていうのがですね。うん、山下さん、そしてスマイルカンパニーのまあ、仙台社長、うんえー、小杉隆三さんっているんですけれども。うんうん 小杉隆三さんの息子が現在の社長の小杉水,さん、ね、水さんという方なんですね。で1970年代にです、ね、まだそのこう20代だった、うん、山下達郎さんっていうスタジオミュージシャンやったりとか、うん、そういう意味でそのこう苦労されながらこうあの音楽家の道っていうのを行かれてたんですけれどもそこでその当時ですねその小杉隆三さんはですね えとレコード会社 RCA ビクターだったかなうん、うん、そこにあの所属されていてでその後レコード会社が吸収合併とかそのしながらこう変わっていくわけなんですけれどもえその中でですねえとまあもともとその面識のあったところからそのジャニーさんがその山下さんの,その才能を認めたりとかですねその間に立つえ小杉竜道さんのバックアップで,ですねえこう共に大きくなっていった。 でまあ、最もそのこう山下さんがこう大きくその歌謡界でそのブレイクしたというのはです、ねうん、ジャニーズ事務所の当時本当にトップアイドルだった、えー、あの近藤正彦さんがです、ねうん、その楽曲をです、ね、山下さんが提供した。うん それが、えー、確か160万枚のヒットになったわけなんですね。うん、でそれからというものをこうがっちりこう小杉さんジャニーさん、うん、山下さんっていうの,の関係がこうがっちり合わさって、うん、それでずっとあの山下さんはまあ壊れるままに「うんえー ジャニーズ事務所のアイドルの,その楽曲を提供して、うん、でその後有名になったのはキンキーキッズですね<ー>キンキーキッズのそのこのデビューする時のプロデュースっていうのも山下さんがおやりになっていてその後の楽曲も彼が手掛けていました。うん えー、そしてあのその一方でその小杉隆三さんはですね、うんえー、ジャニーさんないしはそのメリーさん、うんえー、にもすごくメリーさんっていうのは実はそのジャニーズ事務所の、えーまあ、ジャニーさんのお姉さんにあたる人なんですけれども、うん、まあ会計とかそのまあ えー、そういったことをあのマネジメントの裏方をやっていた方なんですけれども、うん、メリーさんに非常にその小杉隆三さんが可愛がられてですね、うん、私もあの何度かそのこうお見かけしたことありますけれども、うん、メリーさんがその六本木の飲食店なんかでこういう時は必ず。 あの小竜斗さんがいつも一緒にいるようなそんな印象を受けるぐらいあの私生活でもこう共にする関係だったでこれはまあ本当にいろんな関係者の話を聞きますとあの実はその近藤正彦さんがかつてえ中森明菜さんとえまああの交際されてる時にこうあのまあこうリストカットをするっていうですねその大変な事件があってですねでその後その金屏風事件って言われてるんですけれども金屏風の前で彼女がこう出てきてえそこで そのあの、まああま謝罪をするっていう会見があったんですけれども、うん、あのその話はちょっと長くなるとちょっと多少端折りますけれども、うん、そこでまあ要はあり手に言うとあの中森明菜さんはこうまい具合に担がれて騙されたっていうことがあるんですよね。うん、ねで えーとその時にその、えー、メリーさんがそれをこう仕掛けてこう,うまくやっていたんですけれどもその,あの傍らでそのこうサポートしてたっていうのが、うんえー、小杉隆三さんと言われているぐらいですね、はい、それぐらいその関係が深いずっとそれがこう来ているっていうふうに思ってもらって構わないと思います。で 今回ラジオをいてですねもちろんジャニーズのタレントに山下達郎さんがたくさん素晴らしい楽曲を提供して我々もカラオケで歌ったりとかそういうのあったんですけれどここまで密というかずぶずぶというかほとんど表裏一体っていうぐらい関係が深いっていうのはちょっとなんか意外だなと思いましたねでもやっぱり自分の人生にとって一番大切なことはご縁とご恩ですと。 でそれでジャニーズの育てた数多くのタレントさんたちが戦後の日本でどれだけ人の心をあの温め幸せの夢を与えてきたか私にとってあの素晴らしいタレントやミュージシャンたちとのご縁をいただいて時代を超えて長く歌い継いてもらえる作品を作れたことそのような機会を与えていただいたことに心から恩義を感じていますと。これはもうジャニー北川さんへのもう、あのー 敬愛の,、うん、の気持ちからであもう発露から出た言葉なんだなというのを思いましたもんねそうですねもうす,ごいすごいこれほど礼賛するのかとまあ,あの普通そういうふうに思いますよねで私は、まあ、山下さんそして小杉隆蔵さんのとの関係が長いこうあのう年月ずっとそのジャニーズ事務所っていう会社をウォッチングしてるのでまあそれはもうさもありなんていうふうに思っていましたけども世間一般の方からすると あのそこまで山下達郎さんがジャニーズ事務所と近かったのかっていうのは、うん、多分知らないと思います。で,す、ね、でその小杉涼三さん今ちょっとご病気で、うん、あの引退半ば引退されていらっしゃるんですけれども、うん、あのまあ小杉まあ音楽業界の方に聞くと小杉涼三さんが40代にしてワーナーミュージックジャパンっていうそののね、うん、メジャーの あのレコード会社の、えー、社長になれたのは、はい、ジャーニーズ事務所の力って皆さんのおっしゃっていますよね。そのバックアップと関係性がなくてはな、うん、あの絶対にまあそういうポジションにっていうことですよね。うん、そうですね。うん、ですからまあさっきあの今ねヨネドさんがおっしゃっているようにその、えー、山下達郎さんがこういうふうにコメントしたご恩ンとゴヤンなんですよということはまあ、えー、彼自身のそのこう 素直な気持ちなのかもしれない。うん、で、しかしですね、やっぱり。うん、あの、今回ちょっと総括して、いろいろこう、あの、まあ、彼のその。話を、うん、まあ、このコメントをこう見てみたんですけども。一番、その、こう、ファンの方から、こう失望されている、そのコメントっていうのがありまして。うん、そこ、ちょっと取り上げたいと思いますね。うん、それはですね、一番最後、結局、あの。えっと、私も聞いていたんですけれども。山下さんの、なんか、感情がどんどん、こう、ボルテージアップしていって。うん、で。あの。 こう、ま人の評判を聞くと、うん、あの、結構、その、あの、落ち着いた感じで、うん、あの、まあ、本当に神社、冷静なイメージがあると思うんですが、うん、すごい短気な方らしいんですよね。うん、だから、その感情がどん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 上がっていって、うん、最後のところですね、ちょっと中場私もちょっと切霧気味に聞こえたんですけども、うん、こういうふうにおっしゃっています。うん、彼らの才能を引き出し、良い楽曲を共に作ることこそが、私の本文だと思ってやってまいりました。このような私の姿勢をですね。 えー、忖度あるいは長いものに巻かれているとそのように解釈され,されるのであればそれでも構いませんと、えー、きっとそういう方々には私の音楽は不要でしょうこれは本当にラジオで聞いてても、うん、えっと思いましたもんねこれが最終的にこの7分間の締めのコメントになってしまったわけなんですよねですからそのえっ、ー、と本当に熱狂的なコアなファンはうもう本当にじゃ実際に私も 山下達郎さんのその音楽楽曲っていうのは素晴らしいと思いますけれどもうん、うん、これ聞きようによってはやっぱりですねあああの、まああのま山下達郎さんだとそのいわゆるその職人的にですね、うん、音楽をこう音楽をですねあの前対談で見たんですけど、うん、音楽を色彩で表現したりとかですね、うん、まあとにかくですねまあその具動的にこうあの曲を作り上げて、うん、あのまあ 一般受けとかをです、ね、狙ってなくて本当に素晴らしい楽曲というものを作り上げる、まあまあ、天才ですよね。うん、なんですけれどこういう私の音楽は不要でしょうという聴いてくれるリスナー、うん、ファンいてこそというところのエンタメ業界というところの認識がどうなっているんだろうという疑問をやはりあの、えーっとまあ、ちょっとあのうがった言い方かもしれないですけれども。うん まずはですねそのこうミュージシャンというのはこうファンの支えがあってここまで来れてるえファンが本当に支持してくれるからこうやって音楽活動が続けてられるというわけじゃないですかですからそのファンに対してそのいや俺のことを理解してくれないんだったらもう聴かなくていいよっていうふうに言ってるんだったらちょっとそれはちょっと話が違うだろうとそれは本当にあの失望しますよね。一方でそのえ このなんかね、そのうがった言い方っていうのはここなんですけれどもジャニーズに対してはジャニーズ事務所に立っても礼賛してつまりこれジャニーズの支援があってこその自分なのかというふうにこう受け止められかねないというふうに私は思いました。 もちろん、いろいろお世話になった部分ですとか尊敬すべきこととか有能なタレントがジャニーズ事務所にはたくさんいるということですけれどジャニー喜多川さんがやったことに対してはその忖度あるいは長いものに巻かれているそのように解釈されるのはそれで構いませんと言ってのけるのはある意味、そういうところから目をつぶってもいいんじゃ俺は目をつぶると言っているに等しいわけですよね。 だからね本当これは本当にねこのコメントをどういうふうに受け止めるかっていうのは、うん、まあ本当に、まあ、受け止める方の,その解釈の問題だと思うんですけれども、うん、本当に、えー、やはりそのがっかりというかですねこれはこう私個人でもそういうふうに思いました。 これから夏のシーズンになったらどん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 ,どんかあのしあの山下さんの高気圧があるですいろんな歌もかかっていくでしょうしクリスマスとなれば、まあ、国民的楽曲になってるわけですからねそういう中でですねあのやっぱりコメント欄とかあの,うちの,あの 読者かからら寄せれる感想ともやっぱ辛辣なんですよね「ファンやめた」とか「ですね CD 捨てた」とかですねもう結構きつい言葉がもう長年結婚式で実は達郎さんの曲を使ったことを自分を恥じるとかですねさかのぼって時間を返せとかですねそれぐらいファンの思い入れが強かった分山下さんはやっぱりこう「私の音楽は不要でしょう」っていうこれやっぱ 言っちゃいけない発言ですし、うん、まあもしそうあの、まあ、ジャニーズへの,その恩義とご縁とこを感じてるにしても、うん、やっぱりそのラジオっていうものがみんなが聞いてるっていう意識が足りないですよね。うんうん、でそれを言葉によってあの、うん まあ楽曲って聴いたらやっぱりみんなあの個人のものだと思うんですよ。うん、それを聴いた人たちがですねどう思うかとかはですね全部そういう人たちに不要であるという形の突き放し方っていうのはこれはやっぱねあのよくその作品性と人間性って言いますけれどやっぱり人として言っちゃいけないセリフだと思いますね、うん。やっぱりそのねその素晴らしい楽曲っていうのはそのあの。 自分のものもにししたいですそれをそのこう心の中で歌ってるからこそ嫌な日常を、ねうん、忘れたりとかあ辛い仕事だって頑張れるよとかそういうのがあるわけじゃないですかうん、うん、その時点ではやっぱりそのこの美しい楽曲うん、うん、素晴らしい楽曲っていうのは自分の,その血肉になってるわけですからそれをこうなんかねこう奪ってしまうようなうん、うん、そういうあのニュアンスの発言ではありますよね。ですからあのやはり、えー ね、山下さんにはもう今一度、うん、そのいくらその恩人,恩人とはいえそのえー、ジャニー喜多川氏の性加害にちゃんと向き合ってほしいなっていうふうに思いますね。うん僕やっぱり 今回のラジオを聞いて思ったのが、うん、あのこれ一般のタレントが例えば釈明会見やるとかよくあるじゃないですか、うん、そういう場合って事務所とかですね、はい、あの法律関係者とかいろんなことを入れて、はい、やるんですけれど今回の場合ってこれ山下さんご自身が多分全部全文面を考えられてご自身で話したというところで誰も山下さんに意見を言える人もいなかったんじゃないのかなと思ったんですね、えー、そうですねそういう意味では裸の王様で。これがちゃんとその えー、伴奏者でやったりとか、うん、プロデューサーがいて仕切っているんであれば、うんえー、ここまでその、えー、過剰な、うんえー、発言にはならなかったんじゃないかなと。これまでの反発には、うん、まあまたそれを聞いた視聴者あ、うん、あリスナーの反のここまでの可能か烈なものにはならなかったのか。うん、まあとにかくやっぱりその憶測に基づく発言であるとかですね、うん、私の音楽は不要とかやっぱ。うん こなきあの強いワードですから、やっぱ言葉を大切になさる達郎さんからこういうことが出るっていうのは、やっぱ衝撃とかでかすぎたんですよね。そうですね。ねはい。まああの、うん、そんな今度で、えー、まだこの問題はその続、うん、続きそうだっていうか、うん、あのまあ山下さんに限らず、うん、そのジャニーズに関するその問題っていうのは、そう、ねえー、より大きなその波紋を広げていますね。そうですね。あの、うん、国連でちょっとまあ問題にもなりそうになってますし。うんうん それでさらなるあの告発者もですね続きそうという話もありますからまあとにかくあの海を出し切らない限りは再出発ってもできないんだということをですねやっぱりジャニーズ事務所はですねもっと考えていただきたいですね。なぜかというと大好きなファンがたくさんいるからこそなんですよね。曖昧なまま次に進もうとして,るっていう思われるんじゃなくて一回、本当に海を出し切らない限りどんなに素晴らしい楽曲を作ったとしてもそこにやっぱあのことどうなったのって言われるのは絶対にやっぱ損だと思うんですよね。 うん、あのまあ本当に先ほど米田さんがおっしゃってるようにそれを応援するそのファンも罪はなく、うん、あのそうやって支え合ってその楽しみを分かち合ってその喜びをこう共有してるっていう関係だと思うんですけれども。うんうんうん やはりあのファンの方々からしてもやっぱりこの問題がそのもやもやしたままだと純粋に楽しめないと思うんですよね、それをこうちゃんとこうクリアにしてあげる必要がその事務所にはあると思います、うん、いやもう社会的責任ですよね、うん、こうなるとはいまああの次回もですねこの問題はまだ引き続きあの議論にもなるでしょうしまたいろんなことが出てくると思いますのでその時はまたご出演よろしくお願いします。はい えー、今日のゲストはですね、えー、ジャーナリストの中村龍太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。